ちは、保健師のオール料理研究家の茨木久美子です。今日はご飯のような米粉パンをご紹介したいと思います。今日のパンが実は私が一番作りたかった米粉パンなんです。日本人の体に一番負担のなく、そして取ることもない、もちろんオイルは使わずに、そしてサイリウムハスクの代わりは日本人にとって馴染みのある食材で作る米粉パン、そんな米粉パンがついに完成しました。ノールで焼き上げるっていうのが少し難しくて、皆様にご紹介するのが遅くなってしまったんですが、できるだけ皆様のお家にあるもので負担のない方法を考えてありますので、どうぞ最後までご覧になってください。そして最後の焼き方はオーブンとノンフライヤーと両方ご紹介しています。実はノンフライヤーの方が簡単に綺麗に焼けるんですが、ノンフライヤーに関しては私は勧めても私のところにお金を入ってくることはありません。ノンオイル料理研究家として使いこなせてないといけないと思っています。なぜならノンオイルを目指す方はノンフライヤーを持っている方が多いからです。そして本当に自分が使ってみていいと思っているものを皆様にご紹介したいと思っています。それではご飯のような米粉パン作っていきたいと思います。わー、はい、それでは湯種から作っていきます。片栗粉です。そしてお水です。はい、絶えず混ぜながら、冷まします。米粉パンの生地を作っていきます。はい、水持ちからのパン用半量を加えます。ドライイースト、今日は私はサフの菌ラベルですが、スーパーカメリアさんとかでも大丈夫です。はい、そしてお砂糖です。で、ぬるま湯30度から35度ぐらいがいいです。少し調整水残しておきます。はい、よくイーストを溶かします。で、その間にこんにゃく粉を測ります。だいたい小さじ1ぐらいになります。3になったところぐらいがいいです。こんな感じです。で、残りの米粉にこんにゃく万卵、そしてお塩です。これを混ぜておきます。しましたら、この中に先ほど作った湯種、粗熱が取れています。加えます。米粉、水ほちからですね、こんにゃく万卵、お塩を加えます。結構粉っぽくてパフパフしてるんですが、意外と片栗粉の湯種から水が染み出てくるので、ちょっとお水を出すのは控えていきます。はい、そろそろ台の外に出してこねていきます。硬さはこんにゃく粉の微妙な量とか、あとは米粉の乾燥度合いで変わってくるので、こねは 1,2 分だと思います。艶やかにピカピカとして滑らかになっていれば、もうこれでこねは OK です。はい、ピカピカとしてきたのが分かります。そしたらこれでこねは完成です。はい、それでは手洗って拭いてきました。米粉ちょっとつけていただいて、はい、これで分割をしていきます。4つに切り分けていきます。1個ずつこれで丸めていきます。しっかりまずね、ガスを抜いてもらって、そしてまん丸を作ってください。温かいところで20分ぐらい発酵を取ります。30度から35度ぐらいのところです。もう今暖かいので室温に出しておいていただいても大丈夫です。そしたらたっぷりね、ちょっと霧を吹いていただいて、袋に入れて発酵を取っています。この方がね、乾燥しないので。はい、それでは焼く準備をします。
実はこのノンオイルで焼き上げるというのがとても難しくて、天パンに熱いお湯を入れて焼いていきます。パンはバットごとこの中に、お湯の中に入れていただいてもいいですし、オーブンに入れられるような網の上に乗せて焼いても大丈夫です。四角い網の他にこんな丸いものでも大丈夫です。ステンレスやアルミ製のものを使ってください。はい、発酵終了はこのぐらい、 1.3 倍ぐらいに膨らんでいます。穴がね、2つぐらい開いています。で、艶出し、これね、豆乳ですね。結構たっぷりとつけてください。本当そもそもね、乾燥しやすいので。はい、では天パンにお湯を入れます。熱いから気をつけてやります。皆さんも気をつけてやってくださいね。そして、はい、オーブンに入れます。はい、パンを入れます。熱いお湯をピッチャーで入れた方が安全かもしれません。網の上でパンを焼くときはこんなイメージです。どちらでも大丈夫です。焼き上がりのパンの状態は網も天パンもあまり変わりはありませんでした。はい、美味しそうです。こちらはノンフライヤーで作ろうと思ってます。やっぱり4つに分けて丸めます。で、ノンフライヤーはクッキングシートの上に置きます。水をつけてツルンツルンにします。はい、これで発酵を取ります。 1.3 倍になるまで待ちます。ノンフライヤーは風の少ないベイクドモード、205度で予熱をします。熱いお湯を入れていただいて、バスケットをして、その中に発酵が終わった米粉パンを入れます。10分くらいで1回様子を見たいと思います。はい、では出します。わ、美味しそう。で、米粉パンは熱いうちにラップをしてください。そうするとパンの湯気をまた米粉パンが吸い込んで、まるでちょっと油を塗ったように少しテカテカとしてソフトに冷ますことができます。オーブンとノンフライヤー、素焼きと艶出しを塗ったものの比較をしたので、ちょっとご覧になってください。まずこちらがノンフライヤーで素焼きで作ったものです。多少白っぽくはなるんですが、それでもいい焦げ色がついています。ちょっとカサッとはしています。こちらはオーブンで素焼きです。何も塗らないで焼きました。やっぱりなかなかね、焦げ色がつきにくいです。はい、で、こちらはノンフライヤーで豆乳をつや出しに塗ったパンです。一番いいパンだと思います。しっとりふんわり、小麦にすごく近いような仕上がりです。こちらはオーブンで豆乳を塗ったパンです。これもかなりいいです。ただ若干やっぱりちょっと白っぽくなる部分ができました。でもとても美味しかったです。で、こちらはお湯の代わりにぬるま湯を入れたものですね。ぬるま湯やお水だとこんな白っぽいパンができますので、オーブンもノンフライヤーもやはり熱いお湯を入れてください。わー、はい、それでは試食してみたいと思います。仕込み水、お水だけで作ったオイルサイリウム仕様の米粉パンになります。すごい小麦っぽくないですか。はい、それではいただきます。何に近いかというと、フランスパンの真ん中のふわふわしてるところですね。とてもよく似ています。米粉だって思わないというか、とても似ています。小麦のパンにとても美味しいです。はい、それでは今日のパンのポイントです。生地作りに関してはフライパンで作るパンやフランスパンと同じです。ちょっと配合は違ったりしますが、生地の硬さもそんなに変わりません。ちょっと分かりにくいところがあれば、他の動画もご参考にいっていただくと分かりやすいと思います。今日のパンの最大のポイントは焼き方にあります。フランスパンの時もご紹介してるんですが、チームを上げて焼くっていうことがポイントになります。
で、そのピームの揚げ方、皆様がお家にできるだけあるもので、そして危険な方法じゃないものをちょっと探していて時間がかかってしまったんですが、今のところ今日の方法が一番いいのではないかなと思っています。まずオーブンもノンフライヤーもしっかり余熱を上げてください。そしてそこに熱いお湯を入れます。でオーブンの場合、天板を中に入れたまま余熱を上げてそこに熱いお湯を入れてしまうと、ジュワッとものすごい音とともに蒸気が発生して危険になるので、天板は温めなくて結構ですので、余熱の上がったオーブンに天板を入れて、そこに熱いお湯をピッチャーか何かで入れていただいて、そしてパンは天板そのものか網か何かでいただくのが一番いいのではないかなと思います。火の火が通ったかどうかがちょっと分かりにくいのですが、触ってみて弾力があるか、ちょっと後ろがねあまり焦げないんですよ、周りの表情、あとは弾力で確認していただけると嬉しいです。で今日のパンの保存です。ほんのり熱いうちにラップをしてください。そうするとパンの湯気がもう一回こちらのパンに戻って、表面が艶やかにちょっと油を塗ったかなみたいな顔になります。涼しいところで、1日2日は大丈夫です。今日焼いて次の日の朝食べる分は涼しいお部屋に置いてあります。冷蔵庫で 2,3 日、ただ固くなるので電子レンジで1つにつき 3,40 秒温めて、そしてもう一回トースターでカリッと焼くとさらに美味しいです。冷凍の時はラップしたものを私はこんな風に保存袋に入れて冷凍しています。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今日の動画気に入っていただけましたら、いいねボタンとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。コメントをいただけますと大変励みになります。これからも皆様のお役に立てるようなパンケーキお料理動画アップしていきたいと思いますので、応援をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。